ミ、大丈夫？え、マジ？っていうか、なんで全部なの？そして主人公の滝沢明役には今頭角を現しつつある木村良平さんが出演。アニメ作品でこういう風に主人公格のキャラクターをやらせてもらうのっていうのは初めてなんですよ。なんか思ったよりすごいことになってるなっていうか、ワクワクしますね。これ貸してあげる。色とりどりのスタッフ、声優たちが織りなす新作東のエデン、果たしてどのような作品になるのか。はい、ジュイスです。ナンバー9、セレソンシステムの有効圏内に入りました。9番って俺か。ノイタミナは今もなお前進し続けている。ここが世界の中心なの。